午後1時53分です警備体制などを調査する警察庁の検証チームが奈良県警本部に入りました安倍元総理が銃撃されてから6日先ほど奈良県警に要人警護の体制や配置を見直す検証チームが到着しました当時の警察官の配置状況やどのように役割が分担されていたのかを確認していくということです これまで現場検証では近くの立体駐車場の壁の3カ所に弾痕とみられるものが見つかっていました発見されたのは発射現場から90メートル離れた場所で高さは4メートルから8メートルの位置この立体駐車場は発砲場所と安倍元総理の演説地点の延長線上にあります奈良県警は 弾丸ののの可能性のある複数の金属片の鑑定を進めています9 0ル先の壁から弾痕が見つかるほどの銃の威力について専門家は本物の散弾銃、それと今回の、まあ、一見、まあ、粗悪な銃にしか見えませんが全然変わらない威力を持っていた、ではこれはもう間違いないと思いますね。 散弾銃ですから弾が広がりますので周囲にいらっしゃった方々を殺傷した可能性も十分にありますそんな中現場で救命活動に当たった奈良市消防局は無線記録を公表およそ50分にわたり緊迫した当時の状況が残されていましたこちらにおいて高齢男性拳銃で撃たれ 現在 CPA と思われます内容は加害事故ですか拳銃発砲です至急向かってください無線記録から安倍元総理が撃たれた三分後には心肺停止となっていたことが新たにわかりました安倍元総理のすぐそばにいた奈良市の中川市長は当時の混乱ぶりについて当時は これが銃によるその銃撃であるということの理解がすぐにはできない状況で、前を見ますと、総理がもう、演談から降りられて、倒れておられたというような状況でございました、本当に頭と、この気持ちと心が、頭と心がなかなかぴたりと上手に一致しないような。 旧統一教会世界平和統一家庭連合への恨みを募らせ最後は安倍元総理にその矛先を向けた山上哲也容疑者安倍元総理を狙って撃てば死ぬかもしれないことは分かっていましたがどうしても統一教会が許せずそこにつながっている安倍元総理を三段銃で撃ったのです。捜査関係者への取材で 山上容疑者の母親が、生命保険金や土地など、合わせて1億円近くを旧統一協会に献金したとみられることが新たに分かりました。母親は2002年に自己破産しています。これを受け、今日教団側がコメントしました。2014年までのおよそ10年間で5000万円が返金されたということです。 どのような経緯で結ばれたかは不明ですがご家庭の事情を鑑みてのことかと思われます。